アムハラ語は、エチオピアの事実上の公用語。アフロアジア語族、セム語派に属する言語としては、アラビア語に次いで話者人口が多い。表記は、ゲーズ文字。アムハラ語には、正式に定められたラテン文字転写法がなく、以下は、エチオピアのセム語を専門とする言語学者の間で、用いられる方式の一つを用いることとする。アムハラ語の放出音は、非常に鋭い発音である。これは他のセム語における強調音に対応しており、アムハラ語の転写においても下点を打つことによって示している。下表では国際音声記号と異なる表記を括弧書きで示す。英語等を由来とする外来語にしか用いられない隠し音は声紋音を除いて重複しうるが、アラビア語のシャクルと同様、通常の文章中で示されることはない。アムハラ語に用いられているゲーズ文字の構造はアブギダであり、各文字は子音母音の構造をとる。これらの文字の形状は子音と母音の双方に基づき、類型で分類することが可能である。ただし、S、H の3種類の子音については、それぞれ複数の異字体系が存在している。被話者にとって、このような文字体系はしばしば混乱の元となっているが、アムハラ語の動詞は、他のセム語と、同様3字語根のものが多く、子音を見れば大意が把握できる上、母音によって補足的な意味も読み取れるので、熟達したアムハラ語使用者にとって、読解に支障は生じない。エチオピア航空の機体に記されたゲーズ文字。コカ・コーラのペットボトルにゲーズ文字で記されたの文字。ありがとうございます。